どうも、極太ダイナマイトコスケです。こいちです。今回はですね、はい、近年になって再現に成功したロストテクノロジーご紹介していきます。よーっ。出た、答え合わせ会。はい。ロステク初答え合わせです。復活したってことですね。復活しました。だから見れる。ロステク紹介する中でもさ、なんか結構茶碗系、ああはいはい、でもうロステクなんだけど実は挑んでる人がいるみたいな、あったね。それ系で挑んでた人が復活させたと。そういうことだね。ああ、これは熱いっす。今回マジで見に行けるものもあるんで、おお、ちょっと楽しみにしてください。はい、それではやっていく前にですね、はい、もう分かってるよねみんな。まずね、言わせてほしい、こいちくん、結婚いたしました。はい、ありがとうございます。皆さんのおかげです。はい、だからまあスーパーサンクスのご祝儀。はい、ね、スーパーサンクスのご祝儀。こうみんなおめでとうっていう気持ち多分、うん、言いたいと思うんで、いつもね提供してくれてありがとうって。だからここでみんな投げればいいんじゃないかな。いや、そう、俺たちぐらいね深い関係なのに、うん、ご祝儀もないってのはおかしな話ですよね。そうだよね、うん、切っても切り離せない。そうですよ、中ですよ。はい、固い赤で結ばれてると思います。少なくとも3赤ですよ、ご祝儀ってのは。大体ね、でも本当に仲いい人なんで、黄色いスーパーチャット以上のご祝儀待ってます。黄色いスーパーチャットミワはですね、ご祝儀だとは思いません。あのさ、本編じゃないとか投げんだよこれ。はい、まあそんな感じでやっていきましょう。はい、どうぞ。今回はですね、マジで強気の高一、初めてです。フェイクです。フェイクなんかい。どういう年ですか。全卒で理解できるなら大学8年間やってんだよ。大学8年間を生活いただきたいと。チャンネル見てんだから。解明する確率は2分の1です。言えよ見解を。神はサイコロを振らない。まず一つ目にご紹介するのがですね、はい、デルフォスです。デルフォス、スペインで生まれてイタリアのベネチアを拠点として活動していたマリアノ・フォルチニというファッションデザイナーがいました、うん、はいはい。彼19世紀末に画家として活動してて、その後ファッションデザイナーとしても大活躍した人物なんですけども、うん、現在でもですねファッション界の天才と、かなりすごい人物なんですけども、うん、今回ご紹介するデルフォスはですね、そんな彼の代表作として作られたドレスのことなんですよ。ちょっとまず画像をお見せします。はい、こちらです。これがねデルフォス、日本とか中国の絹を使って古代ギリシャ風に仕立てられたドレスのことなんだけど、へえ。衣服にこう立体感を出すプリーツ加工っていうのがなされてて、はいはい、自然に体を覆うんですよ、うん、で当時のドレスってコルセットギチギチが普通だったんだけど、はいはいはい、これコルセットで体を締め付けないで自然なまま表現するっていう、うん、もう今までのドレスの概念を覆した代表作だったと。なるほど。でこのデルフォスがですね、長い期間制作技術が未解明のままでした、はいはい、っていうのもプリーツ加工っていうのが特許出してたの、このフォルチュニは、うん、特許出してたってことは、うん、特許の資料があるわけよ、はいはいはい。それでも読んでも制作過程になんかちょっと不明なポイントがめちゃくちゃあって、うんうん、結局これどうやって作ってたんだよっていう風になっちゃう。ああ、そうなんだ。そうで、うん、長い間謎だったんだけど、はい、2017年、フォルチュニが設立したテキスタイルハウスフォルチュニっていう場所がですね、はい、この発明から100年後にデルフォスの復元に成功しました。おお。現在ですね、はい、パリのガリエラ美術館で復元されたドレスが展示されてます。おお。再現成功。じゃあこの今見せてもらった画像は、うん、はい、再現したものって感じですか。再現されたドレスですね。はいはいはい、はい、これ綺麗ですね。綺麗だね、うまくいったと。ああ、今日はこんな感じです。いや、いいと思います。はい、すごいよね。でもね、はい、うまくいったらしいですよ、はいはいはい、うまくいったのもあるんです。頑張ってる人たちはいるんです。だからね、今後も出てくる可能性ありますよ、うん、そういうことだね、はい、あ、これ極太で見たやつだってなる可能性ありますか。そうそう、ニュースとかになったりするかもしれない、はいはい、皆さんね、フランスのパリにぜひ行ってみてください、はい、続いてご紹介するのがですね、はい、ファイアンスです。紀元前4500年頃から紀元前2世紀頃まで古代エジプトとかメソポタミアとかで使われていたガラスのような焼き物のことなんですよ、うん、ラピスラズリっていう石の代用品として装飾品とか、うん、なんかお墓に入れる副葬品、はい、一緒に燃やしたりするんだろうね、はいはい、みたいな感じで使われてきたんですよ。なるほど。ちょっと画像をお見せします。こちらです。これがですねファイアンスです。ほうほうほう、綺麗な装飾品って感じ。はい、これですね、制作が非常に難しいと、うん、まあ、そういう書物は残ってて、その後にガラスが登場するのよ、うんうん、ってことでガラスにもう置き換わられちゃうんだよね、うんうんうん、ってことで歴史から消えました。
はあ、誰も作らなくなったファイヤーストーン。なるほど。そう。でもやっぱ綺麗だから、うん、調べてる研究者たちはたくさんいて、はいはいはい、成分分析を行ったところですね、石英、カルシウム、酸素が含まれているということが判明したんだけど、はい、これらの素材を使っても立体的な造形を作ることはできなかったんですよ。へー、難しかったんだ。そう、はあ、じゃあこれファイヤーストーンどうやって作ってんだよっていうのが長年研究者の間で謎でした。なるほどなるほどなるほど。立体にするには、うん、糖度って呼ばれる陶器を使う時の土を使わなきゃいけないんだけど、うん、ファイヤンスを分析してもこれ使われてないと。へえ。おい、じゃあ古代エジプトどうやって作ってたのっていうことになってたんですよ。はいはいはい。2018年とある報告が学会にされました。日本の大学研究チームがファイヤンスの再現に成功したと。おお、すごい。すごい。報告したのは東海大学文化社会学部アジア学科の研究グループで、ピラミッドの接着剤に使用されていた漆喰をですね使ってみたら、このファイヤンスに使われている成分と一緒に製作して立体を作ることに成功したと。わあ、すげえ。そう、その画像をですねお見せします。はい、こちらです。これがですね東海大学が作ったファイヤンスです。おお、あ、綺麗な色してますね、この青の。うん、完全に立体造形でファイヤンスの再現に成功したと。はあ、赤べこみたいの作られてますね。なんかね、これはねファイヤンスのやつでなんか有名な作品があるらしくて、それを再現したんだ。これこれ、はいはいはい、これの再現。なるほど、やっぱすごいね。頑張ってます。いやー、すごい、これはもう本当にすごい、うん、やっぱちょっと日本からって嬉しい、ね、嬉しいっすね。再現しようと思えばね、うん、人が本気で挑めばできるんですよ。そういうことなんですよ。これは本当にちょっと熱くなるね。胸がハッピーになる感じですね。だからエジプトのピラミッドもさ、うんうん、いずれわかるかも。できるぜ、マジで。作ってみたって、ね、最初まずミニチュアから作ってってみたいな、できそうな気するよね。続いてご紹介するのがですね、はい、地球ゴマです。地球ゴマ、はい、株式会社タイガー商会という会社がありまして、はい、その会社が主力製品として売り出していたのがこの地球ゴマなんですよ、うん、まあおもちゃなんですけど、ジャイロ効果っていう物理学の原理を応用したもので、うん、まあ、ちょっとそのジャイロ効果は面倒くさいんですけど説明するの、はい、何がすごかったのかっていうのを説明します、はい、通常のゴマってさぐるぐる回ってるとさ、うん、当たり前だけど本体に触って持ち上げたりしたら止まっちゃうじゃん、回転、うんうんうん、ただですね地球ゴマは回転する部分と接地部分が別々なんですよ。軸が分かれてるんだよ、うん、だから軸をこう傾けたり綱渡りをしたりっていうのがすごい簡単にできて、一回止めてまたコマ復活みたいなのができるわけよ、うんうん、ちょっと分かんないと思うんで、うん、映像をお見せします。あ、そうですね、こちらです。これが地球ゴマなんだけど、これこんな感じ。これちょっとかっこいいでしょ。はい、回ってます。うん、で、起きました。つまり止まってるでしょ、これ。はい、でもね、もう一回立てると回り出すのよ。なんで？なんで？これがジャイロ効果を利用した化学玩具ってことだよ。すごくない？すごい、これすごいよね。面白い。面白いでしょ、うん、っていうのがあって、他のコマとは違うぞと。違う、めちゃくちゃ人気があった商品。すごいな。うん、面白い。初めて見た、うん、まあ、このジャイロ効果っていうのが今だと航空機とか船舶のスタビライザーって呼ばれてる機械に使われたりしてるんだよ、うんうん、だから全国の学校で実験教材として使われるの、うん、めちゃくちゃジャイロ効果を分かりやすく使用した商品だから面白い面白い。ただですね、2015年にこの株式会社タイガー商会が廃業してしまうんですよ、はあはあ、この地球ゴマも二度と作られなくなってしまいました、はい、なるほど。しかしです、その後になってこの地球ゴマを製作していた職人さんがですね、地球ジャイロっていう名前で復活しまして、ほうほう、これは多分見せられないんだけど、今タイガージャイロスコープっていう名前で会社ができて、ちょっとすごいかっこよくなって復活したんですよ。へー、これは現在でも購入できます。なるほど、ってことで復活。あ、まあ、これ見てちょっと欲しくなった方はぜひ購入してみてください。タイガージャイロスコープ見てみてほしい。超かっこいいから。なんかちなみにお値段はおいくらなんでしょうか。ちょっと見てみましょう。それは俺も見てない、こちらのタイガージャイロスコープ 22,500円。たけーな。スイッチライト買えるじゃねえかよ。225です。こういうものに惹かれる方はちょっと購入してみてはいかがでしょうか、はい、遊び心はあるんで。
おしゃれではありますね。おしゃれです、本当に。非常に。かっこいいです。最後にご紹介するのはですね、はい、万年時計です。万年時計。江戸時代末期、1851年、東洋のエジソンと呼ばれた男、発明家田中久重という人物がいまして、はい、彼が3年間かけて作った時計のことなんですよ。ほうほうほう。正式名称を万年時明鏡というふうに言います。ちなみにこの田中久重さん、後に東芝になる芝浦製作所の創業者です。ほう。血筋なんだな。凄腕発明家おじさん。はいはいはい。ちょっとまず、その万年時計の画像をお見せします、うん。こちらです。これが万年時計です。すごいなんか、豪勢な感じの時計ですね。なんか高そうな感じだね、うん。これはですね、和時計24世紀。七曜、十間十二支、月齢と旧暦、そしていつも俺たちが使っている洋時計の6つの時計で構成されています、うん、で、一番上にはですね、京都から見える太陽と月の動きを再現した天球儀があります。だから6個6面に時計があって、うん、今が何時何分なのかだけじゃなくて、うん、何曜日なのか、月の形はどうなのか、そして今の月と太陽の位置はどこにあるのかまで全て知ることができる時計なんですよ、はいはいはい、この時計が一番この底にあるゼンマイ1個で動いてました。ほう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 っていうスゴ時計だったんだね。そう、後の調査で、はい、これ1回ゼンマイを巻くと220日しか動かないって言われたんだけど、うん、ぴったり1年間動くってのが分かったんですよ。すごいねすごい高性能。はいはいはい。田中久重が亡くなってからしばらくして、うん、1881年にですね、この時計故障してしまうんですよ。はあ。その後東芝に譲渡されて東芝で置かれてたんだけど、はいはい、内部を調べたいけど調査するときに壊れちゃったらもう二度と作れなくなっちゃう可能性があるから、うんうんうん、触れないっていう状況だったんですよね、はいはいはい、ただですね、2004年文部科学省の国家プロジェクト、うん、万年時計復元複製プロジェクトというのがありまして、はいはい、分析復元が開始されました、はい、このプロジェクトに時計ブランドのセイコーを含むですね専門家100人が加入しまして、はいはい、大人の本気、はい、出して1年間かけて調査を行った結果、うん、154年ぶりにオリジナルの万年時計を復活、おお、そしてレプリカの製作に成功しました。あーすごい、すごいっすね。素晴らしい。はいはいはい。でこれはですね、うん、レプリカが愛・地球博に展示されて、はいはいはい、今は国立科学博物館に展示されてるんでいつでも見に行けます。わあすごいね素晴らしい。本気で取り組んだら、うん、できたっていう感じですね。作れた。いやまあこれ本当にすごいですけど、うん、まあ今のね我々皆さん見て思った通り、はい、スマートフォンがありますから、はいはい、これはゴミです。東芝さん一緒にコウスケをぶっ飛ばしましょう。違う、俺は味方です。万年時計いる。まあ正直これが仮におばあちゃん家に置いてあったとしても無視するよね。おばあちゃん亡くなったら捨てるでしょ。まあね掃除業者に持っていや高く売れるよこんなんあったら絶対うちら捨てちゃダメだよみんな。僕ルートダイナマイト。すごいね。はい。わかんないけどセルガもロストテクノロジーになってそのうち復活セルガでやってみようみたいになるかもしれない。いやマジでな、セルガで作られたアニメですみたいな、はい、逆にいいっていう。何かな本当か嘘かわかんないけど若者でにレコードが流行ってますみたいなあんなの絶対流行ってないと思うんだよね。周りにいない。一部のニッチがね、ニッチな、そうなるけど、うん、そうっす。だからもしかしたら一部のニッチな人が自主制作セル、うんね、アニメ作るかもしれませんね。はい、誰も見ないんですけどね。トゲがすごい。いや面白かったですね。うん、やっぱすごかったね、うん、人類。そうね、またまたねこの、うん、ロストテクノロジー復刻したバージョンやっていくかもしれませんで、皆さんぜひ高評価コメントスーパーサンクスよろしくお願いします。お願いします。以上極太とダイナマイトでした。ありがとうございました。国分とのおまけとしてですコーナー、肛門じゃないですごめんなさい、はい、本当にお詫び申し上げます、はい、ちょっと前に、うん、Amazon がさ、はい、スーパーで買い物して支払いをせずに出れますっていう、はいはい、もうアメリカだと結構導入されてるみたいなね、あったじゃん、はい、Amazon フレッシュという店舗で利用されていたジャストウォークアウト、はい、かっこいい、ただ歩くだけっていう、はい、ただそのまま出てっていいよっていう、はいはいはい、レジなし技術なんですけども、うん、Amazon がそれを撤去することを発表しました。おー、ダメだったんだ。まあ、そのね、
まあ、要は AI を利用して全自動の買い物システムを作ったよって言ってたんですけど、はいはいはい、実はですね、遠隔操作したインド人の1000人の従業員がですね、人力作業をしていました。漫画じゃん。なるほどね。はい、やっぱそんな高性能無理だったんだ。できなかった。多分最初にそうしといて技術が追いつくだろうっていう魂胆だったんだろうね。ただの人力だったな。はい、思いっきり人力。1000人以上のインド人のすごすぎるな。従業員が遠隔管理して、はいはいはい、映像にラベルをつけたり手作業で買い物をチェックしていたそうです。じゃあ漏れもあったんだろうな。絶対あったよな。なんだよこれ。いやー、まあ、なかなか難しいという。いやーちょっと悔しいっすね。でも、ね、でも分かりませんよ。まだまだ AI は発達していきますから、いつかできると思いますよ。リフレッシュが確かにかっこいい。はい、Amazon 応援しよう。 Amazon ならやってくれる気がしますよね。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。